かったですよ、おじさんも。ね、マクロスっていうのはつまりこのアニメーション映画なんだよ。ね。しかし歌を歌うああいう SF っていうのは珍しいようだけど、だからマクロスってのはこれ何なのさ、何なの？文化。文化？よく言う。おじさんのジャンル。文化というのはですね、子供相談室風に言いますとですよ。理想に向かって世の中が突き進み、かつまた世の中が開けていくこと、つまり文明開化のことを言うわけですよ。ね、それとマクロスとしてはどういう関係があるのかわからない。他にマクロスというのは特徴を言うと何なんですか？三角関係。三角関係。これはですね、三角関係というのは子供相談室風に言うとこれはツナイトだな。他に何があるわけですか？バルキリー。笑ってきた、なんかわかんない。なんだよそのバルキリー。ちょっと年齢伺いますよ。いくつですか？いくつですか？永遠の19歳。親が嘆くよ、19の若者がバルキリー。そう、いろいろあるんだね。ますますわかんない。僕はね、映画とかそういうものは僕も絶対に君らに負けないぐらい、このおじさんも青春期は映画をとち狂ったですよ。で、こだわった。例えばね、こだわり方ってのはこうなの。支援なんて映画知ってる？あれのラストシーンで本当に10年以上揉めたことがある。あの映画のラストではね、支援カムバックスとアラン・ラッドがゆっくり馬に乗ってこう去ってくるでしょ。あれは珍しいんですよね。西部劇の映画ってのは大抵最後に去っていくときは馬に乗ってるんだから、ゆっくり動くことはない。ターッと走るのが普通なんです。あれゆっくり走ってくるね。だからあの少年が根性を出せば追いついちゃう。で、もっと不思議なことは、あれのラストシーンでもうスクリーンが劇場でこうかぶるから波打っちゃった感じの映像をまだ見ているとですね、ちゃんとあのシェーンが墓場の中を通ってるということを発見するわけですよ。そこまで発見してやったと思ってると、もっとすごいやつがいて、墓場の向こう側へシェーンの馬がこうスーッと一緒に下がってるわけですよ。下がっていくとこにガクッとなって、彼は倒れる寸前でフレームアウトする。本当はジャック・バランスに撃たれて死んでいると、そういう新説が出てきたわけですよ。で、これをまた確かめようと思うんだけども、映画が上映されない。確かめようがないで、そのまんま10年近くやわわわやってるわけ。だどっかね、こうなんかこだわってるという雰囲気はひたひたとこう伝わってきて、非常に本日は気分がいい。そこでですね、僕だけではもう混乱するから、なんと言ってもですね、このもういるんですよ、若い美空でね、アニメにまあもう惚れ込んじゃって、もうアニメと結婚して、ね、アニメと毎日寝てるというですね、ものすごいもうアニメの大熱狂的なファンでもあるし、もう専門家でもあるんですね。凛子ちゃんを呼びたいと思いますね。それでは凛子ちゃん、どうぞ。イエイ、マクロス。来たですよね。いいですね。なんですか、それ何つけてるそれ。あら、知らないの。え、これ有名なマクロスバッジ。マクロスバッジ。僕は今これ違います。これいいでしょ、これ。あら、遅れてる。ケンナオコさんのファンクラブの。恥ずかしい。ナオコバッチと言ってます。バカですね。それちょうだい、ちょうだい。じゃあ、もうプレゼントしましょう。マクロスバッチつけてください。ところで、その、どういうことなんですか、このもうマクロス、マクロスってもう大変ですよ。見てください。ちょっともかく、資料集でしょ、設定資料集、それから原画集、レコードの LP はもちろん人形、それからビデオ、チョコレート、T シャツ、トレーナー、お財布と、もうあらゆる種類が街に出回って。これは原画ね。要するにあのセリがついて高くなるやつでしょ。ガード裏かなんかで陰湿にこう売り買いしてる。さあ、知ってるよそれ。もうやっぱり相当病気の人ですね。だからこれ掘り込んでるんですか、そのほど。どうしてそういうなんか軽蔑した目をしてる。いや、そういうわけじゃない。僕は漠然とっていうか、なんか分かんないんですよ。マクロスっていうのは何なのかということ。マクロスっていうのはですね、ええ、巨大な宇宙船の名前。例えばスターウォーズやなんか出てくるああいう宇宙船の名前のことを言うわけですか。見て、あ、これ見たことある、こういうの。これがもうちょっとカラフルでぐちゃぐちゃしてないと戦艦ヤマトだ。これはですね、見てますよ、ロボット型。こちらにもプラモデルの方に。これ手書きですよ、手書き。もちろん書いた人もすごいね。これ女房子供恋人を忘れて書いてるんだよ。当たり前です。今一生懸命書いてくれてるところなんです。これがそれで、それなんですか、これは。で、これを見ていただきたい。こういうの分かるんです、僕は。任しておいて。これは悪役でしょ。お、こういうのは悪役なんですよ。分かってるじゃん、これはもういい役だったらもうこの集まってないですよ、みんな。
などこは間違いなく悪役です。これそうです。私は確信を持って言えます。ゼントラーディ人って言うんですけどね、巨大な、すいませんけどもうちょっとゆっくり言っていただけません？ゼントラーディ人。ゼントラーディ人。わかりました。この巨大なですね人間なんですけど。でこの悪役はいいですよ。うん、これでこれがどういうそのドラマをあやなすということ。彼らには文化がないのよ。あ、それでさっきから文化文化で。分かってきたかな。例えば具体的に言うとどういうことですか。文化がない、立派な文化があるんじゃないですか。こういうシュールなあなた制服を作ったとこれは文化ですよ。じゃあだから歌を歌ったりね、それから本を読んだりとか絵を描いたりとかいう、映画見たりテレビ見たりってないわけ。人を好きになり。こうね、地下鉄で待ち合わせして階段を上がるときにこうときめくというような、そういう感性がこいつはないんだ。ない。こいつは悪いやつだよ絶対に。あ、うん、トゥナイトでも必要としないこういうやつ。そしてこちらを見てください。あ、ロリコン。そういう感覚、じゃあそれを抑える、ね、監督これはね違う作品だからね。分かってる分かってる。はい、でですね、これをこれがですね、リンメイちゃんというね、可愛いでしょこの子。なんていうんですか。リンミンメイちゃん。リンミンメイちゃんね、可愛い名前ですね。可愛いでしょ、顔も可愛い。これは先ほど予告編がちょっとね流れた時拍手が起きた彼女ですよ。ね、この方が主役。そう、この子が歌うとだからさっきのね巨人たちが胸の中でモヤモヤっとしてきちゃうのね。なるほどね。ここでなんだかんだ言うよりもですね、まずはテレビシリーズでですね、はい、マクロスブームを作ったそのマクロスの概要をここで VTR をご覧ください。よし、拍手。西暦2009年、地球は突然異星人の攻撃を受ける。地球統合軍はこれに対すべく最強の宇宙戦艦マクロスを出撃させた。エンジントラブルのためホールドに失敗、周囲の街並みと人々を飲み込んでしまったのである。宇宙戦艦マクロスと人々が マクロスに向かって必要な攻撃を仕掛けてくる。マクロスは絶望的な宇宙の漂流を始めることになった。マクロス艦内に逃げ込んだ多くの人々は自らの手で町を建設し始めていた。そこには住宅はもちろん喫茶店、スーパー、コンサート会場、果てはテレビ局までもあり、完全に社会機能を果たす都市を形成させていた。その中で人々は地球帰還への必死の思いに駆られながら生きていた。そんな人々の心の安らぎともいえるのがアイドル歌手リン・ミンメイの歌声であった。激しい戦闘の中でリン・ミンメイの歌声は常に人々を勇気づけてくれた。一方異星人はリン・ミンメイの歌声に大きなショックを受けていた。彼らは戦闘のために作られたクローン人間であり、地球人の文化に対して驚きの目を見張った。地球人の文化は戦闘を終結できるのか。さらにリン・ミンメイと一条光、早瀬美里の3人の恋の行方は。3人の若者たちは愛に悩みつつ異星人との戦いに終止符を打つべく厳しい試練に挑んでいる。私も映画監督でございますからね。さすが、はい、分かってきました、ね、非常にこれは面白いですね。普通でいうあのなんか SF のアニメっていうのちょっと違いますね。もちろんもちろん、映画はですね、今はテレビシリーズでしたけど、映画はもっと面
面白い。いずれにしてもだからこれの中で綾菜さん、そうだ思い出した、先ほどのほら彼女らが言ってた三角関係、はい、これに僕は興味があるんですよ。僕も興味あれば僕の中にいるおじさん、つまりアイデンティティおじさんが興味あるんですねおじさんじゃなくてもヤング感覚でもある、この三角関係を読んだ方がいいですね。もちろん読みましょう ね。それでは三角関係を読んでもいいでしょうね。はい、三角関係諸君いらっしゃい。すごいですね。しかしね、この熱気嬉しいな。ご紹介、かわいい、かわいいでしょ、かわいい、ほらときめく、あれやだ、ドキドキして何やってる、四角関係になりたいな。まずはお一人ずつご紹介しないといけませんですね、はい、まずこのかわいい子ちゃんから。はい、どうぞ。じゃあですか、はい、林民明役の飯島真理です。はい、そしてもう一方は、はい、早瀬美沙役の土井美香です。はい、そしてもう一人は紹介したくないけども、はい、どうぞ、ただ一人男で、はい、一条光役の長谷有宏です。はい、はい、なるほど。ちょっと皆さんがこう吹き替えをしているわけですけど、ちょっと絵をちょっと立てて、はい、ね、絵を立ててくださいよ。しかし可愛い足がもうね、ほっそりしてもうね、小鹿さんみたいですね、小鹿さんみたいで可愛い足なんかも、ほんとにどこ見てるんですか、どこ見てるんですか。いやもう本当にこの全部そっくりという、あの全然疑問感じません。え、何がですか。このキャラクターと任命ちゃん、私と、いやいや全然違う。例えば普段しゃべって、任命ちゃんしゃべってどういう風にしゃべるんですか。ちょっとやってみて、ちょっと。こんにちは、林任命です。よく普通で言えばほら振りっ子でよく出てくるね、リンコちゃんやってください。こんにちは、岡本リンコです。ダメだ、全然ダメだ、全然ダメだ、全然ダメだよ。それでどういう役柄になるわけですか。その三角関係に近づくような言い方をしてもらいたいわけですね。この民明ちゃんは、はい、アイドルスターなんですよね。うん、それで、マクロス艦の その進駐式の時に、うん、戦闘に巻き込まれまして、うん、そこで一条光くんと出会って、うん、まあ、ほのかな恋心を抱いてね、まあ、仲良しになるわけですね。ほのかな恋心。はい。それをね、一条くん役の長谷有宏くんが、はい、君はそうするとどういう形でこのそのなんていうときめいたわけ。っていうかね、光るっていうのはね、ウブなんですよ。ダメなの。あのね、どうでもいいけどね、はい、ウブなんですよ。こういう手つきはね、良くないですよ。ウブという表現をもっとさらっと美しく軽やかに言ってもらいたい。もう一度、はい。ウブなんです。そういう。それが一番いいんだよ。はい、それで先輩にロイ・フォッカーという人がいまして。それでその人に、いやいや、ロイ・フォッカーっていう、あの戦闘機乗り で、ね、で飛行機の操縦法は教わったんですが、女の操縦法を教わってない。そうなんですよ。そこに言うんだ。それが何でまたどういうきっかけで二人はご幼少の頃から知ってたわけじゃないんでしょ。いや、その当日に初めてこう会いましたね、二人で。ああ、なるほどね。それで目と目を見つめ合ったくらいで、そしたらね、なぜか館内に閉じ込められてしまうんですよ、二人で。それでそのまんまこう密室状態の中、何日もこうずっと二人、何日間四五日だと思いますからね。それじゃ何もなかったわけ。何もないんです。ウブなんです。ウブというより無知に近いですね。ああ、なるほど。そこにこの、もう一人登場するんですよ。はい、土井さんは、美香ちゃんはどういう役。私は早瀬美沙という一条光くんの上官に当たるんですね。軍人なんですよ。この制服着てますか。ああ、なるほど。それで生まれも育ちもずっと軍人の家庭に育ってましてね。島又かなんかだ。島又がどうして軍人。それで彼女自身も士官学校首席で卒業しているという、もうとにかくすごい優等生なんです、ね、軍人なのに士官学校って言わなかった。士官学校ね、士官学校、すみません、失礼しました。それでですね、はい、そういうところから出てますので、はい、もうきちっとした人なんですね、すごく、折り目正しい。なんと、あ、分かった、一人の男をウブな青年をめぐって、こうちゃんとなんかまだ成熟した女性と、それから未成熟の女性がこの愛という名のもとにですね、こうもつれ合うわけですよ。ね、だいたいそういうふうに思っていいわけでしょ。それはおじさん的。そんないやらしくないですよ、全然。だんだん目の中に抗議の眼差し。
マリちゃんはそれをじっと見ていたわけではないよな。それじゃやはりかわいそうだよ彼女は。ちょっと最初の頃わがままだったんですよね。歌手だから、まあ、事務所が良くないんですそれいやあそうですね、なんかおかまみたいなマネージャーがついてまして、そのわがままで、やっぱりその辺でちょっと、光くんを振り回しちゃうところがあったんですよね、で、こちら落ち着いた優しい女性でしょ、早瀬美沙さんは、そちらにこう傾いていっちゃう、だけど、本当は光が優柔不断なのが全ていけないんです。そうだよ、いいか、いい日本語、優柔不断ですよ、あなたさっきから気になるんだよ、このほら何ですかあの3人は、本当すごい格好して、それうちからそういう格好で出てきたのそんなんで山手線乗れないよだけどこの人たちはですね、はい、あのマクロスの絶大なる支持を持ってるファンの方ですね、うん、なるほど、キャラクターのコスチュームをしてですね楽しんでる、はい、コスチュームプレイというんですけどね、はい、この役柄は、はい、はい、主役のリン・ミンメイです。あ、拍手が起きた、あ、起きた、よかった、はい、お隣行きましょう。脇役の一条光です。リンコちゃん、リンコちゃん、かわいいかわいい、今の言い方は。あ、真似したらいいと思うよ。ああいうのは、うぶさん。せーので行きましょう。かわいいというコールをね。せーの、かわいい。その気になるな。こういうアマチュアリズムって僕好きですね。いや、リンコちゃんどうもありがとうございました。しかし楽しみになってまいりましたですね、はい、僕もなんかねこう聞いててこうなんかうずかれちゃうとね、こっちもムズムズというわけでございますけどね。そうですね、それじゃあなんつったってやっぱりこの主題歌があるんでしょ。はい、あります。これをですねマリちゃんにですね歌っていただきたいと思うわけでございますよね。それでは拍手。
マクロスのエンディングテーマ天使の絵の具を聞いてもらいました。マクロスは私の本当にとっても素敵なスタートラインになりました。これからも大切にしていきたいと思います。それではメインテーマ愛覚えていますかを聞いてください。
もう歌まで聴いちゃうともう完全に盛り上がりますね。いいでしょう。いいですね。かわゆいしね。たまんないですね。あの歌が全て物語ってる。ね、もうじゃんじゃんこうなってきますね。しかしあなたも好きですね。どういう風にマクロスができるかというね、それを探ってきたという。宇宙を作ってるとこですよ。宇宙を作る、恋愛も作りや三角関係も、すごいとこで作ったんですね。全て夢を作れる夢の会社ですね。そこを探訪してきたというマクロスのふるさとです。よし、それでは行ってみよう。せーの、マクロス。今私はですね、マクロスを作っておりますタツノコプロダクションをこれから訪ねようとしてるんですが、都心から車で約1時間経つと、この緑、この畑、この道でございます。アスファルトじゃないんですよ。ありました、麦畑のお隣にありました。ここがタツノコプロダクションなんです。今私は作画室にお邪魔しております。ご覧ください。今日はこの中からこの民明ちゃんが、ね、ちょこっと振り向くシーンがありますね。このシーンをこれからお目にかけたいと思います、はい、今板野さんは何をしてらっしゃるんですか。今ですね、決戦パートっていう最後 の決戦 の乱戦があるんですね、はい、そのパート の作間修正っていうのをやってます。作間修正っていうのは原画の人が原画として1枚カット上げてきてくれて、それに対してキャラを合わせたり芝居をちょっと付け直したりとか、そういう作業をやってるんですね。三木松さんはもうね、マクロスファンにとっておなじみの方なんですけれども、マクロス その今回のちょっと違うよっていうところ、どんなところ工夫ですか。そうですね、工夫と言われましても具体的にどこっていうことはあまり、キャラクターなんかに関してはないんですけども、ただテレビシリーズ見てきていただいた方のイメージを壊さない範囲で、それでどこまで劇場でテレビと違った味を出せるかっていうところですね。平野さん、はい、現在の撮影状況というのはいかがでしょう。撮影というか作画ということなんですけども、やっぱり遅れてましてしんどいというところでしょうかね。しんどいと言いますと、もう夜も眠らずお仕事。いや、結構僕は見てますね。それでは続きまして、今度は動画室へ行ってみたいと思います。ここが動画室なんですね。先ほど三木本さんが描いてました原画が、このお部屋に来ると完全な動きができるわけです。ここがいよいよですね、セルを仕上げるお部屋なんですけれども、先ほどの動画をこのセルにポンと置きまして、カーボン紙を置くと、なんと綺麗にコピーできちゃうわけなんです。このトレスマシンによってトレスが出来上がっちゃうわけです。昔はですね、手書きでペンで写してたんですが、今は機械で綺麗に、はい、この通り。先ほどトレスされましたセルにいよいよ色をつけていくわけですね。だんだん民明ちゃんらしくなってきました。こちらはキャラクターの後ろにあります背景の方を作ってるわけなんです。美術監督の宮前さん、マクロスの背景っていうのは大変だと思うんですかね、美術は。そうですね、SF っていう世界で、本来夢物語みたいなものなんですけどもね、はい、その世界を、現実のものと同等に、見えるように、リアルに持っていきたいというのが僕たちの、考えなんですけれども、ここで先ほどの背景の美術、そしてセルが一緒に合体いたしまして、この方を撮影いたしましたフィルムが現像できました。演出のですね、秋山さんと編集の三木さんが今ご覧になっているようでございます。というわけで、マクロスがどうやって作られているかご覧いただけましたでしょうか。それではですね、プロデューサーの岩田さんにこの夏のマクロス見どころをお話しいただきたいと思います。そうですね、いろんなところが、見どころとして用意されているんですが、今までテレビのシリーズその他でファンになって、くれた方々以外にも映画として十分楽しんでいただけるように、タツノコとしても、非常に頑張った作品として仕上げたいと思ってますんで、事実、そうなるように努力しておりますんで、見どころいろいろ散りばめてありますので十分期待していただけると思います。大変な苦労ですね。もう本当にこうアニメに取り憑かれた男たちのね、こう壮絶な生き様と言いますか。壮絶な生き様、そんな激しくないですよ。いや、だからそういうものは裏にはあるんですよ。
そこでその壮絶な生き様のですね、はい、代表は何といっても江川監督、これですよ。監督さんをお呼びしないといけないでしょ。もちろん、お招きしてるんですよ。盛大な拍手でお迎えください、はい、君たちの夢を叶える人たちですからね。では川森監督どうぞ。そうです、お若いでしょ。そうですよ、ここも東京大学文学部という感じがしてね、髭が濃いですね。濃いですね。非常に何の関係もございません。あのお若いでしょ。おいくつですか。24です。ふーんというくらい感心しなさい。はい、その感心するところをもう一度、せーの。あんまり真実味がないでもだいぶ嫉妬の眼差しもあります。だから24でって立派なもんですね。川森さんの場合は、例えばもっと小さくて、その幼少の頃って言っちゃオーバーですけど、はいはい、そういうそのアニメでこう心を惹かれたとか、はい、多大に影響を受けたっていうのはどんなようなものがあるわけですか。どの世代になるわけですか。そうですね、アニメで一番影響を受けたとしたらば、一作目のテレビシリーズのルパン三世なんかは影響大きいですね。あ、なるほど。あのカリオストロのなんとかっていうのは、あれはあのカッティングはもうものすごくうまいですね、僕らあの活動でもあれ見て感心しましたよ、はい、あれがもし実際の人間のアクションでできたらもうすごいですね。そうですね。これは完全に、いや不可能じゃないと思うんですよ、スターウォーズまで行ってんですからね、不可能じゃないですよね、はい、それでこのストーリー自体のその作り方っていうのは何かこう影響はあったんですか、他の作品とか全くオリジナルな考え方で。そうですね、なるべくオリジナルな考え方に基づいてやろうということで、まあ SF とか、まあ、戦争ものなんかだと一番戦闘シーンなんかに比重がかかってしまって、うん、あんまり人間関係のところあっても、あの戦争に勝つ負けるとか、うん、ちょっとあの、まあ、戦争テーマみたいな部分って強くなりますよね、うん、その辺じゃなくて、もうそういう異常な環境の中でも普通に行われているであろう人間同士の関係、それをちょっと表現したかったと。ああ、なるほどね。だからあの圧倒的に多いのはこの未来っていうふうに考えるとね、僕なんか決してそのアニメを批判するわけじゃないんだけど、はい、SF なんかで不思議に思うのは、未来っていう形で2000何年っていうけど、相変わらず人間って戦ってるでしょ。そう、ね、ただ地球上じゃなくなっちゃっただけの話でね、だからなんかそれが戦い戦いっていうことばかりで言っちゃうとね、非常にこうなんか暗淡とするような気がする部分 ね、はい、感じません、ね、だからそれはだから今回のこの話の場合は、何ていうのかな、こう戦いっていうんじゃなくて、ある種その男女が結びつくための何かこう宿命的なこう、はい、ダメージの背景みたいなためにこうあるみたいな部分が。そうですね。ですから敵方も、まあ、文化を知らないっていうのはそういうための設定ですし、うん、例えばこう歌を知らない、なんか歌を知らない人たちがいて、戦うことしか知らないのが攻めてくる、例えば歌を歌っちゃうって言うと、例えばどんな風な反応を想像されたんですか。一応最初のうちは、まあ、完全に戦争しか知らない人間なので、うん、まずショックを受けて、まあ、どうやって対応していいかわからなくなる、でそれが次第に、まあ、歌というものがそういう効果があるということが分かってくると、歌も戦争の兵器に使えるんじゃないかという思い方をし始めるという。なるほどね、と歌うことによって、向こう側がその歌とかそういう恋愛感情とかっていうことを知らないその異星人の方は非常にこう混乱するんでしょうね。そうです。それは非常にドラマで作った場合に、はい、要するに人間社会ではなかなかできないでしょ。そうですね。それがまあこういうアニメの舞台を使うと可能になりますんで。あ、そうか、あのリリー・マルレーンっていうのはあったでしょう、あの有名なね、はい、あれは確かその歌が一つのそのなんか哲学に近いような世界ですよね、やっぱり兵士たちに。あの辺はすごく影響を受けてますね。でしょうね。最後にですね、このもう熱狂的なマクロスのファンにですね、はいはい、メッセージとして、市亀さんでよろしいですか、はい、どうぞ、苦しいけどどうぞ。テレビシリーズ、いろいろご覧になってきてくださった方もいらっしゃると思いますけども、今回映画のマクロスでは、テレビのことを一度忘れて新しい映画を見るつもりで見ていただければ幸いだと思います。映画監督というのはね、もう本当にね、口下手なんですよ。それではですね、この素晴らしいね、劇場でいつ公開されるか、これにポイントは絞られてきた、はい、夏、あなたとマクロスが出会う日程でございます、はい、あなたの街のマクロスはこの日に会います。しっかり覚えてくださいよ、はい、北海道地区7月21日もういっぱい出てきますね、はい、中部地区8月11日富山地区7月14日全部違うんです ね、そうなんです。ちょっとね、宮崎は7月21日、はい、まあ、いずれにしても7月8月でございますね、はい、覚えてくれましたか。そうですね、会ってくださいね。 お楽しみにしていただきたいと思うわけですね、それではですね、はい、監督もいらっしゃると思うんですけど、その劇場用の
予告編なるものをですね、拝見したいと思います、はい。では一斉にですね、予告編のスタートいたしたいと思いますので、マクロスと隣りたいと思いますので、予告編マクロス。男と女。はい、マクロス艦内には5万6000人の男と女が共存していると判明しました。共存だと？バカだ。男と女は戦うために作られたはずではないのか。兵器が侵入してるんだ、黙ってられるか。こんなことして大丈夫なの？私と一緒じゃ嫌。私もですね、非常に、このマクロスという作品に興味を持ったわけでございましてですね、まあ皆さんもね、大好きなそのアニメのファンですけども、やっぱり難しいんですよ。皆さんが育てないと育たない部分がありますからね。その良いアニメーション映画を作るですね、条件がありますからね。その良いアニメーション映画を作るためには、その良いアニメーションファンを作るより時間がかかるというね、ことわざがあるくらいでございますから、皆さんがですね、熱狂的にマクロスを持ち上げてもらいたいと思うわけね。おじさんも見に行くですからね。それでは AD を、はい、やはり何と言っても監督と AD はですけど、お前は誰だ？ AD です。 AD 日本語で助監督。よし、俺は誰だ？監督です。よし、それこればっかり助監督よ。これは最後にマクロスコールをやれ。いきますか。よし、それで華々しく。はい、よし、せーの、マクロス。